プラズマ装置メーカー、先駆け半導体の上野と申します。本日はこちら、小型真空プラズマ装置 NMR-GTS の、ご紹介をさせていただきます。プラズマ装置、特に真空ものというと大型の大規模なものをご想像される方も多いと思うんですけども、私どもではですね、小型の真空プラズマ装置なども、作らせて開発させていただいております。でこちら、先日、2019年に、新製品として、ご紹介させていただいておるものですけれども、さらに、小型に、さらに、簡易にお使いいただけるように、新しい装置を開発しております。でこちらご覧いただきまして分かります通り、非常にコンパクトで、片手でも持てるような非常にシンプルな作りになっております。で、操作方法としましても、こちら真空排気のボタンと高電圧のボタン、プラズマ放射のボタンと、でまたこちら裏側に、主電源のボタンがあるのみで、非常にシンプルに作らせていただいております。で、本体もこちら小さいんですけれども、必要なポンプ、真空ポンプの方もこちらのように、非常に小型となっておりまして、占有面積は非常に狭い面積でお使いいただけるようになっております。ただ小さいながらですね、かなり処理こ、パワー、処理の能力がございまして、一般にですね、コーティングですとか塗装ですとか、こういったものの前処理として、浸水性、濡れ性、こういったものを改善していただく用途でお使いいただいたりですとか、接着剤との、ものの相性、樹脂とかのとの、相性を良くしてですね、接着力を強めたりですとか、で、アルコールとかで拭いても取り切れないような細かな汚れを洗浄したりですとか、そういった用途でお使いいただいているんですけれども、PTFE、テフロン、フッ素系樹脂ですね、こういったものに対しての、浸水性の効果が得られるということも、分かっております。でこちら内部、特にガスは入れておりませんので、エアのみで動作する、装置なんですけれども、そういったものに対しても、処理効果を得られるというかなり良いプラズマ処理効果が得られる装置となっております。で、使い方の方も非常に簡単でして、シンプルでして、こちら先ほどご説明させていただきましたけれども、真空引きのボタンを押していただいてから、こちら、しばらくしましたらば、プラズマ、放電していただくというような、流れになっております。で実際にちょっと放電しているところをご覧いただければと思います。ちょっとプラズマ放電を見やすくするために、ちょっと電気の方を消させていただきました。でこちら、真空引きのボタンを押していただきますと、この通り、真空ポンプの方が動作いたしまして、一定時間経過いたしましたらば、この通り特にタイマーですとかもついてないんですけれども、ちょっと様子を見ながらですね、こちら、プラズマボタンを押していただきますと、この通り、短時間の真空引きで、プラズマがきれいに放電することがご覧いただけると思います。でこちらの、プラズマ放電のタイマーなどもついておりませんので、適切に適宜、タイマーなどで時間設定していただきます。速報値などで時間を測っていただきまして、時間が来ましたらば、こうしてプラズマの方、それぞれ電源を落としていただければすぐ止まりますので、で電源を落としていただきましたらば、すぐに待機解放も行われますので、このように開けていただくことも可能です。でちょっと試しにですね、こちらの方、ガラスの方の処理を、ご覧いただければと思います。このように、サンプルを中に入れていただきまして、真空引きを行いまして、
で、このように今プラズマちょっと見づらいとは思うんですけれども、プラズマつけております。だいたい30秒ぐらい経ちましたので、そろそろプラズマ包茎止めていきます。で、同じくこちらカバーガラスです。で、こちらが純水です。で、通常このカバーガラスに対して水を、純水を滴下してもまあ、ご覧いただきますように液滴になってしまって塗り広がらないんですけれども、プラズマで処理いたしますと、ご覧いただけますように水がきれいに塗り広がるようになります。以上で、小型真空プラズマ装置 NMR GTS の、ご紹介を終わらせていただきます。ありがとうございます。